今年の学園祭は4年ぶりに、飲食も含めて対面開催が実施されるということなので、じゃあ楽しんでてください。何を売ってるんですか？浜線ですね。はい、こちらは団体は何ですか？ホットサンドラブリーです。もうラブラブで、みんながラブラブで、熱々のホットサンドを提供してます。ホットサンド？はい、ホットサンドです。中にハムとチーズ挟まってます。メープルとチーズ、2種類。僕たちはバーチリーゼミというゼミで店を出します。バーチリー先生の生まれの故郷であるイギリスの方にあるウェールズという国の伝統的なお菓子のウェルシュケーキを売っています。レーズンとチョコが入っています。あれ2つとも別で、レーズンのやつとチョコのやつがあります。ちゃんとバーチリー先生に味見もしてもらったんで、味には自信があります。今年対面のこうやって学祭ですけど、はい、どうですか？いや、めちゃくちゃ楽しいです。結構みんなで準備もして、いや、班ごとに分かれて料理作ってくださる友達もいるんで、役割分担できて楽しいです。オッケー。学院祭運営局の1年生の企画の方で焼きそばを売ってます。焼きそばのポイントは、そうですね、やっぱ具材にキャベツとウインナーとベーコンを入れてて、すごく香ばしくて、ソースでやっぱ味がしっかり出ているので、もう屋台といったらザ・焼きそばみたいな感じで作りました。 TWS というワールドスポーツっていう世界のスポーツを楽しむ、まあ、同好会サークルです。本日多摩線を販売してます。エビ線をベースにして、キャベツ、卵を上に乗せて、お好みで、マヨネーズ、ソース、かつお節をかけて、まあ、召し上がっていただくという名古屋の名物になってるみたいで、それを本日販売してます。名古屋出身？いや、ネットで僕が食べたいと思ってこれを販売しようよ。あとお祭りで結構そういう多摩線とかがブームになってるってちょっと見たので、はい、それも含めてこれを売ればみんな喜んでくれるかなって思い決めました。ここはゴミゼロオサルです。さっきちらっと聞いたんですけど、ワッフル職人って？そうですね、はい。昨日の段階でちょっと、コツとか掴んできまして、どうやってやればこうサクサクに仕上がるのかとかも分かってきました、ね、もう就職先もワッフル関係で？いや、就職先はちょっとワッフル関係ではないんですけど、全然関係ないところなんですけれども、まあまあまあ、なんとかこう掴んできた感じですかね。あと、ポップコーン売ってる団体で、バースター学スタの、学生スタッフがやってる、運営している模擬店になります。フリフリしてフレーバー4種類あるので、すごいもう1回買ってももう別の味で楽しめるので、1回でも2度も楽しめるお得なものになってます。ぜひおすすめです。学生の中で完全な対面の学園祭を経験してる人が一人もいないので、資料とかもこうなかなか残ってない。2個上の代です、ね、の先輩とかからもいろいろ聞いたりはいるんですけど、でもその2個上の代も1年生の時に経験したのが完全対面が最後だったので、もう分からないことだらけで、全部の面でも
全部難しかったなっていう百花繚乱っていう、まあ、あのいろんな花があって、まあ、いっぱい咲き乱れてほしいなっていう意味なんですけども、今まではやっぱり学生団体さんとかにあんまりお願いっていうか模擬店とかもそうなんですけど、いろいろお願いできてなかったところがあったので、そういう模擬店開催するのにあたって、まあいろんな模擬店だったりとか発表だったりとかがもう全部盛り上がってくれればいいなっていう意味もかけてって感じになります。ということで優勝者は。